はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回はね、何をやろうというのかというと、はい、ここにロジクールのウィングマンがありますね。これをまた今接続しました。それでここにね、モザの R5 があります。もうびっくりしました今日ね。もうどぎも抜いたで、5ニュートンで、こっちのフォースフィードバックがだいたい3ニュートンぐらいってね、なんかネット調べると書かれてるんだけど、ただニュートンがちょっと増えたぐらいで重たくなるだけだったら、別に全然そんなに重くないったっていいじゃんっていうね、筋肉つらいだけじゃんってね、思うんだけど、情報の伝達やっぱ全然違うしね、楽しいんだよね。で、あとこれは安いやつなんで、よいしょ、同じロジクールでもね、5万円とか6万円とかするやつは、もっと本格的なんだけど、これは安いやつなんでね、ここでももうプラスチックなんだけど、まあそれでもね、これ、プレイステーション2の時かな、グランツーリスモ3が登場した時に、これ公式のやつなんでね、ここにグランツーリスモって入ってるんだけど、これがね、未だ持ってずっと、Windows 10でもね、使えるっていうね、まあこれでアセットコルサね、遊んでたので、本当おーって言いながら遊んでたんで、ちょっと改めてね、改めてちょっとこれを経験した直後に、ちょっともう一回ね、思い出してみようと思って、使ってみようと思います。ね。まあそんなわけでね、よいしょ。さあ、まあ戻れるのか戻れないのか、というあれではないんだけど、うん、人ってほら感覚がね、うん、なんか慣れちゃうっていうのもあるし、これ OK かな。でちょっと待ってね、設定ウィザードやって、一回押して操作して、よし、で中央にして、うん、よいしょ、あれボタンがもう判断なしだ。あれ、はん、おおおおお、どうした、ん、 USB がなんか調子悪いのか、なんか赤く点滅したのか、お、大丈夫か。で90度回してください。よし、最大239度と出ました。で、ペダル奥まで踏んで維持してください。離してください。で、ブレーキペダル奥まで踏んで維持してください。離してください。で、クラッチはないです。で、次に進む、シフトアップ。で、はい、これで OK だね。よいしょ。はい、音は出てるのかな、これ。はい、設定ができました。それじゃあホットラップね、このコース、こっちの R5 でアタックして、で今ゴーストが残ってるはずですね。そのゴーストと戦おうと思う、頑張ってもううわーってねじ伏せてね作ったゴーストなんで、今ね一生懸命ねこれはあれかな、重さとか、重さとかどうやって決めるんだろう。このゲーム内に設定はあったかな、フォースフィードバックの重さを全開にしたいんだけど、そんな設定があったかな、あったかな。フォースフィードバック、あ、あったあった、フォースフィードバックの判定とかはあるけど、判定いらないよね。別に判定はいらないから、今100%ってなってるから、ここでいいのかな、 100% だからね、うん、はい、それじゃあアタックいきます。さあ
というかアクセルブレーキがものすごい短いのと軽いめちゃめちゃ軽い。ちょっと言い訳じゃないけども、ちょっとねこれなんでかっていうと、 R5 の方だと本物の車みたいに あのありえない重さと速度で G があって曲がれないんだよ、ガッて。でもこっちは曲げることができちゃうからありえない感じになっちゃうんだね、結局ね。だからね、そんな動きできないよっていうのが実現できちゃうのと、そんな動きはできないよっていう現実的なので、やっぱ変わってくるんだよこれ。本当全然違うんだよ。だそこなんちゃってで頭で理解してて走れる人とそうでない人の差が出るんだよ。
はい、最初にこれをね見したかったんだよ。曲がれちゃうから早く出るよねっていう。だからね、パッドとかいうのでやってる方がやっぱね早いんだよ、理屈的に。本当ね。ただ今言ったように R5 だともう曲がれるとか曲がれないっていうのが重さと感覚で五感で感じることができるんだよ。でこれは全然それがブルブルブルってなるとか重たくなる、こう重たくなるんだけど、でもその感じがね伝わってこないんだよ全然。ダイレクトドライブとただのフォースフィードバックってこんなに違うんだなってね、よく分かった。これ重たいよ、これ重さ来てるよ確かに。ほら こんなにプル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 来てるから、昔はね、あ重たいなって言いながら走ってたんだけど、ほらすごい重さはあるんだよ。でも車を乗ってる感覚が伝わってこないんだよ。ただなんか適度にエンジンのブル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 ンっていうのと、遠赤乗った時にガガガガとか、走ってる時もなんかプルプルってなちっちゃいのが来てるけど、もうR5 ダイレクトドライブだとその普通に走ってる時のつぶつぶ感がもうもっと解像感が広くていっぱい情報が来て、その G を感じられる、重さと G を感じるんだよ。全然違う。だからこっちの場合はこっちで走ってて、ああこれやばいよねって感じで自分で抑えてるんだよ、ここやばいとこだなって。じゃないとこっからは伝わってこないから突っ込んじゃうんだよどんどんね。ちょっともう一回走ってみる。気をつけないとオーバーしちゃうんだよ。この違いはめちゃめちゃ大きい。こっちは本当にそのズランツーリスモみたいな感じで、ここは 何キロまで落として何速じゃないと曲がれないよなっていうのを学習しながら覚えてって、タイムを縮めていくんだね、こっちはね。で R5 の場合はもう五感でわかるからこれがちょっとね、ちょっとこれね、いやもう戻れないなこれに。さすがに軽すぎちゃうっていうよりも、もうアクセルの重みとかこのブレーキの、この伝わってくるのがもう全然、もう聞き方が全然違うもんだって。全く別物だよこれ。同じゲームを操作してるとはね全然思えない。ちょっとこれね外して、いやーここまで違ったか。よいしょ、ちょっと待ってね。どうしてもねちょっと違いを、このよいしょ、あ重てえな、このモジャを初体験した時のねこの感覚をちょっと
伝えたい、残しておきたい、うん、でね、ステップアップに、あのロジクールの4万5万とか今までの時代だったらいいかもしれないけど、あのあっちもね、あのいろいろコントロールもできるけど、やっぱね、うん、そう、差額が少ないでしょ。あのその6万円のロジクールと9万円のモジャのこの差額3万円ぐらいを気にしてる、まあ気にするよね。でもモジャ買う人って拡張性がない R5 のバンドルを9万円で買うか、それか最初から6万円くらいの R9 買って、フルセットでだったら17、18万ぐらいだよね、ぐらいからスタートするかって、値段が全然違うじゃん。そこで倍違うんだよね。だそこの開き入るんだけど、このセットの差額ってやっぱこういうの好きな人だったら、あの全然楽しみ違うからね、これね。ちょっと、あ、これスイッチ入れないと、うん、で、おお、入った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 。いや、今ね、5ニュートン、これね、全開の 100% にして、もし認識したね。よしよし、これでアセットコレスはね、ランチ行きましょう。いや、めっちゃ重いけど、いや、癖になる重さなんだよね、これね。あれ、これはなんだ？これはね、モッド。じゃあ同じパターンで、これをモジャに戻したので、認識はしてるけど、また最初からやらないといけないね。ステアリングで、スロット、ブレーキで、シフター、よいしょ、で設定ウィザードで、よいしょ、でホイールを照射してください。で中央に合わせてください。90度まで回してください。うん、366度になった。で、踏み込んで離す、踏み込む、離す。で、クラッチがないね。で進む、シフトアップ、シフトダウンね。でパスする、よし。さあ、これでね、適用して今と同じコースをじゃあアタックしましょう。今抜けなかったゴースト、これでね、もう出せねえっていうところでやめたんだけどね。Thank you.
さ、おかしな風に軽すぎる好みでガーっていかないでしょ。五感で伝わってくるんだよ。一応今無茶して走ってるけど、アタックしてるから、これが何しも、ま、待ってると一体化してくるんだけど、ね、ありえない動きになりにくいってこと。軽いやつで感覚が伝わってこないとありえない動きをするってこと、まあ、これ全部納得できるんだよ、動きが。できるこれは面白いなんて楽しいんだこれ。まだアクセルとかブレーキノーマルだからね。さっきね試してね、ここずっと走ってたんだよ。
本当ね、もうだん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 ゆっくりゆっくりから慣れてって慣れてってって感じでね、うん、このコースも走ったことないんで頭の中全然入ってないんでね、いやー面白くてたまんないやこれ本当。どっかとショートコース、これもショートだけど、これまたこれもまた短いね、これね、これ楽だね。よし、この楽なコース行ってみようか。うん、じゃあしろこれでアタック行こう。いやー頭ね。もう最初からこれ行っちゃうよって感じだよな。あー楽しい。おーすげえコースだ。なんかモナコっぽいじゃん。あーここは大変そう。どっちどっちどっち。こっちピットじゃん。すげえブル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 。ちょっと待って、スピーカーが落ちそう。スピーカーがね、軽いとこれ振動でどんどん動いちゃうんだよ。石畳はちょっと勘弁して、狭いし走れないわ。このブルブルがすごくて、カートで走んないと、ここはカートだよ。カートカートカートモッドで入れてあるんだよ、カート。よし、これだな。これか、これどっちかだけど、こっちの方が慣れてるな。これで、で、モジャを出して、カート、よいしょ、カーティング、ね。これで OK だね。今の狭いコース、カート用だと思います。多分これならいけるんじゃないかな。うおThank you.
ーカーがね、スピーカーが足がこっちだと、こちらのとこ、3本足だからスピーカーがね、いやー、これでもめっちゃ楽しいわ。ちょっとカートはね、カートも楽しいけど、やっぱりさっきのフォメラカっぽいやつもしハンドルがこういうの欲しいな、やっぱな、このさ R5 に付くあの液晶が付いたやつ、なんか出たね、出たんだよ、あれ欲しいな。マシンをさ、フェラーリとか行ってみるね。えいや、全然今まで乗れなかったけど、しこりにしよう。で、コースはね、頭の中に入ってる。あ、ニュール行ってみる？でも、褒めながら走るコースじゃねえか。右に曲がれるかどうか。どれだろうな、一番はみ出るコースはどれだ？これかな？これがフルかな？これっぽいよな。これにする感じじゃ。よし、これで、行ってみよう！はみ出るかはみ出ないか。いやー、ウルトラ楽しいなー。いや、これはいいスポーツだよ、ほんと。お！
今ね曲がりながら抜いちゃったんだよ、思いっきり伸ばして。バイバイってやって切ったらバカソニックまた切れてたんだな、腹立つな。